初夏の三社祭り舞う神の声。初夏のは季節を表す言葉で、初夏の時期を指しています。初夏は春から夏への移り変わりの時期であり、新緑が美しい季節として知られています。三社祭り舞うの三社は三つの神社を指し、ここでは祭りの参加者が神社で踊っている様子を描写しています。祭り舞うは祭りの舞踊を行うことを表しています。祭りは地域の伝統や信仰を祝う行事であり、人々が集まって踊りや音楽を楽しむ場です。神の声は祭りの中で神の存在や神聖さを感じることを表しています。神の声は神聖なメッセージや存在感を象徴しており、祭りの参加者たちは神の存在に敬意を払いながら踊り続けている様子を示唆しています。この俳句は初夏の季節における祭りの活気と神聖さを表現しています。初夏の自然の美しさと祭りによって人々が結びつくことによって生まれる喜びや感動を感じることができます。また神の存在や神聖なるものへの畏敬の念も含まれており、人々の信仰心や祭りへの参加意欲を描いています。この俳句を添削すると、初夏の三社祭り舞い踊る神の声となります。舞い踊るの追加は、踊りながら活気にあふれる様子を表現しています。この表現を追加することで、よりダイナミックな祭りの様子が描かれます。この句の構成している初夏の三社祭り舞い踊る神の声という4つの要素を均等に並べることで、句のバランスを整えました。夏蝉鳴く平和を誓う七つの国。夏蝉鳴くは夏の季節を象徴する蝉の鳴き声を描写しています。夏の蝉はその鳴き声で自然の中で存在感を示し、季節の訪れを知らせる存在です。この描写は俳句の季語としても用いられる典型的なイメージです。平和を誓うは俳句の中心的なメッセージです。蝉の鳴き声という自然のサウンドが平和を象徴するものとして位置づけられています。蝉の鳴き声は通常、安らぎや穏やかさを連想させます。そのため、この俳句では蝉の鳴き声が平和の象徴として使用され、戦争や紛争のない世界を願う意志が込められています。七つの国は世界の多様性や共存を表現しています。七つの国は異なる国や文化を指し示すことができます。この俳句は異なる国や文化の間で平和が成り立つことを望んでいることを示唆しています。七つの国の数は具体的に指定されているわけではありませんが、数は多様性と包括性を象徴しています。この俳句は、夏の自然の風景と平和への願い、そして多様な文化の共存を組み合わせて表現しています。作者が夏の蝉の鳴き声を通じて、平和への思いを伝えたいという意図が感じられます。また、異なる国や文化が共存し、平和が実現されることを願うメッセージも込められています。夏場所の熱き戦いに心震える。まず、夏場所のという句種が登場します。これは俳句の季語として使われる夏場所を紹介しています。夏場所は相撲の本場所であり、特に夏の時期に開催されます。夏の日本の気候の中で行われる相撲の戦いは、熱気や情熱を伴っていることがうかがえます。次に、熱き戦いにと続きます。ここで、熱き戦いという表現が用いられています。これは相撲の試合や戦いが激しい、熱いという意味です。相撲は力強く、
勇猛な戦いが特徴であり、この表現がそれを象徴しています。最後に心震えるという句末が現れます。この表現は作者の心が相撲の激しい戦いによって揺さぶられていることを示しています。相撲の熱気や迫力によって作者の心が動かされ、感動や興奮を抱いている様子が伝わります。この俳句は夏の相撲の舞台での激しい戦いとその情景が作者の心に深い感銘を与えている様子を描写しています。相撲の力強さや熱気、闘志を感じながら、作者の心も相撲の力強さに共鳴し、震え動かされている様子が伝わってきます。ご視聴ありがとうございました。